ございます。皆さん、フォープリンセスさん、レインボースターありがとう。トモさん10、フォープリンセスさん10、ミャンコ先生10、 CQC さん10、ソニチ10、グッモーニング、やばいよ食べてどうぞ、ありがとう。マコトさん10、ありがとう。 Is it morning for you still? Yeah morning。 モコ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 しか勝たん。じゃあママに、プリプリ所長10、ありがとう。プリノシンさん10、ありがとう。え、みんな昨日さ、私のお家にはみたいな、卵と豆腐しかないってさ話したじゃん。だからさ、おキノコが冷凍庫にあったんだけど、お豆腐のやつですき焼き風を作ったよ。言ってたよね。そう、タイムファイヤーさん10、サンソンさん10、サンソンさんハート、火曜日のルビーさんだるま、プリプリ所長10、ショウさんフリアン、火曜日のルビーさんバラ、ありがとう。卵を溶いてゆく。え、朝から偉すぎないか。馬戦って言うとしたと、日向坂46さん、馬ありがとう。馬絶対馬、あり合わせで春雨も入れたよ。卵、私こっちの目が今日広くない。まあ朝っていうか、いやほんとそれでも、私今日10時20分とかに起きたよ。そっからうなりにうなって11時になって、え、そっからさ、食器洗ったり洗濯物したり結構できた。高雪さん馬ありがとう。タイムファイヤーさん10、馬一筋さん10、ありがとう。え、美味しいのかな私の味付けは。はい、いただきます。分からん味してるわ。いただきます。うまっ。そう、ノンアラで私12時前とかに起きるタイプだからさ、だから結構優秀だした。馬一筋さんありがとうだ。米はね、ないね、うちは米ない。うん、うちは炊飯器はありますよ。ひろひろさんハート、プリノシン10、ぬらさん星花火ありがとう。そう、ちゃんとね、家事をね済ませることができました。お豆腐、このお豆腐はん、このご飯はお豆腐を楽しむものだから、うん、ふん、豆腐おいしい。うん、スミッチさんハートありがとう。体内時計優秀になってきている。ほんと優秀になりたい私、体内時計めちゃめちゃ
狂ってた。自律神経とかさ狂うよね。 What are you eating? すき焼き風。炊飯器使ってるところ一度見たことある？え、そうかも。え、でもそんな久しくお米もう2年ぐらい炊いてない気がするんだけど。うん、も盛らずに。本当に白はやぶささんハート、アムトンさんテン、りょうちゃんハートありがとう。でもわかんない、炊飯器で焼き芋とかは全然ある。ぼやっきーさんテン、そういえばさ焼き芋を蒸して食べるスケジュール入れてたけどさ全然結局蒸して食べてない。ぼやっきーさんテン、奥田さんだるま、アムトンさんハートありがとう。ね、大豆ミート、確かに大豆ミート。ヤッホー、え、そうだよね、お食事中。ヤッホー、体内時計。でも私お米大好きだよ。え、見逃した？大丈夫だよ。永遠にご飯食べてただけだから。豆腐となんかこっちの上がさ蓋が広くなっちゃう。豆腐と卵があるって昨日話して、だからすき焼きが作れるよって、だからすき焼き風を作って今食べてる。美味しい、初めてすき焼きっぽい。今ね確かに太陽浴びて、え、本当にちょっとこの上ない体の軽さで感動してる。まあそうよね、なんか不定期なところもあるからさしょうがないところあるけど、なんか直せるときは直していきたいよね。春雨すき焼きいいな。いやもうお肉の入ってるすき焼きが食べたいよ。え、朝配信したの？強い。見に行きたいんだけど、やっぱさ結局はさ睡眠が大事よね。そんな気がする。鼻の通りもいいもん。なんかいいな、すき焼きだったの？昨日の夜？ずるい。お肉欲しい。Did you make it? Yeah. I made it. うんうん。美味しすぎます。すき焼きの美味しい季節だね。ぼったくり店長、名前の癖。ハートありがとう、ハートありがとういけ。あら、そんな時間なの？先再販おもろい。そうやな、年内が今回ラストだもんね。うんふん、まだまだ受付中。オンライン話し会楽しみ。
と3日だね。おいしい。もう卵が卵じゃないかも。佐藤プリスケさん、天ありがとう。確かに高級お肉が届いたらそれで作ろう。うわー楽しみ。林さん、天ありがとう。みんなのおかげで。確かに私ホットモットのすき焼き大好き。みんなのおかげのお肉、みんなのおかげのお肉で私は幸せだよ。本当にちょっとなんか体が自分の体じゃないぐらい軽くてびっくりしてる。2日連続ノーマルは最高です。林さん、天ありがとう。ああそっかそっか、リリールとか。春雨うまひ。よろしくね。おしゃべりしよう。林さん、天、うくすつぬさん、天ありがとう。パネルも？当たるといいよね。あれってさ、先着受付？じゃなくて。選ばれしお方がってやつだからね。ふんふん、全員当たってほしいよ。うまふま、うまうま、おはよう。福プリちゃん、天ありがとう。柴さんも天ありがとう。確かにノンアラの最高のところは、まず寝る前に明日はもうこんだけ寝れるってなるのと、で起きた、目覚めた時にへーってなれるところ、目覚めてダラダラできるところ。アムトンさん、ハートありがとう。私も実家にあの10枚目シングルのパネル置いてきた。あのよかった。ぬかるみ読んだ。めちゃめちゃ面白いけどもっと読みたいってなってる。柴さん、福プリちゃん、地点ありがとう。ほんと？ん？受注なんだ。あ、そうなんだ、ならよかった。気温にありがとう。ふりゃー、嘘、同じ時間に起きる。私全然、昨日は11時半とかに起きたけど今日は10時半だった。昨日のラテを飲んでます。ぬかるみ読みました。あ、時間やべ。わかる、それな。そうなるのは辛いけどさ、ノンアラの時はさ、まだ寝ていいんだ。慣れるの嬉しい。ね、目覚めの初見？ほにゃー？怪しいな。でも昨日のんがらしたのと、あと昨日のんがらしたのと、昨日お昼寝もしたから、めちゃめちゃ私さ寝てるじゃん。だから全然なんか寝つ
寝つきは、まあ、30分ぐらいだったけど入眠にかかった時間でも結構目覚めたりしちゃってた昼も。ん？え、どんな小指してるの私やばいわ。ごちそうさまでした。もう食べた。みちおちゃん、だるまありがとう。はやすさん、タイムファイヤーさん、りゅうせいさん、ありがとう。今日は8時間ぐらいかな、寝れた時間。見てみよう。のんびりですな。うん、7時間53分。もう布団にいたのは8時間22分だから。グッドグッド。いいね、あの本当いい睡眠をちょっと2日連続で取れて嬉しい。ぶんちゃんハートありがとう。アロマショコラさんフリャありがとう。だんだん眠れなくなるの？何のアプリ？ね、タイムスリープマイスター。そう、私本当にこのアプリ大好き。私が中学校を本当2年生の時ぐらいからずっとこのアプリ、うん、え、分かんない、中学校2年生じゃないか、高1とかかな。うん、睡眠の質大事。大谷さんになりたい。12時間寝たい。本当にそう、私もういっぱい寝たいんだよね。嘘、あ、こう、確かにこうなってる、確かにこうなってるかも。小指がね。プリホーチ、え、ピザの日、ピザ食べたいやん。ピザ、10周年も100万ポイントも達成ありがとうございます。無料アプリだよ。5、6年ぐらい使ってるかも。ほんとフィリピンでもこれで起きてたもん。その時高一とかだ。フィリピンでもこれで起きてたもん、やばい。フィリピンとかでもこれで起きてたし。ハンターさん10ありがとう。アプリ入れてみて、なんかもうアラームとかもすごい大好きになった。ちょっと食器直してきていい？スリープマイスターだよ。あれ待って、ハンターさん10ありがとう。え、入れてみてほしい、無料で測れるよ。 iPhone だけかな。うわー、わかんない。でも多分、え、なかったら iPhone だけかも。調べてみて。ちょっと待って、私デザートもあるんだ。今食べてもいい？ハロー、タイムファイヤーさん10ありがとう。あ、無料版と有料版があるの？え、私有料、無料版だよきっと。でも何の、何、使いづらさとか感じてない。はやすさんミラボーありがとう。タイムファイヤーさん10ありがとう。この小さな履歴で。プリアメさん10、タイムファイヤーさん10、ノーネームさん10、プリノシン10、おひのものさん10、ありがとうございます。え、なんちゃらグラウンド、え、そうなん？ん？記録が取れる？グラウンド、あ、アン
日のものさん、ふりゃありがとう。でも普通にあれ、ね、寝る時間、寝た時間、お布団に入った時間と起きた時間さえ覚えてたら自分でもできる私はそれができんから言ってもらってる。わたぷりちゃん10、フォープリンセスさん10、タイムファイヤーさん10、ありがとう。ふくぷりちゃんも10、ありがとう。たくちゃんもふりゃありがとう。確か、あ、そうだね、寝言も。え、そうなんよ、ポケモンのさ、ポケモンスリープはさ、そうずっとね、永遠にアプリ開いちょかんといけんのがね、寝てる間とかもアプリ開いとかんといかんから、それがね、大変です。え、全然バレない。うん、はい、私のデザートは昨日購入したスタバのケーキです。嬉しい、食べちゃおう。くにちゃん10、けんちゃんハートありがとう。ピースさん10、ゆうしゅさんバラ、花束、マシャさんシルダル、いっくん10、ありがとうございます。ピースさんありがとう。私のご飯、私ケーキ絶対お皿に移すべきだけど、ちょっとめんどくさいのでしません。ケーキはもう昨日の夜食べちゃえと思ったけど入んないなと思ったので、今日今から食べたいと思います。嬉しい。これってどこからピロピロピロって外すんだろう。まさか外すところないのでは。どう頑張っても無理なのでは。そう、洗い物ね。あ、え、寝言でお役目行ってきますって言ってるの。マジャさん、フリア、しおりさん、シルダル、ありがとう。ケーキー、もうそうだよね。やばい、いい女目指すならお皿、やばい。私の目指しているところとはまたかけ離れてる。そうだよね、洗い物がそう増えるのがね、おっくうで、ピロピロピロって剥がれないんだけど、どうから剥がれるのこれ、困った。フィルム上から引っ張らないといけないの？育てるんだ。あ、いける、いけるのでは？分からん。え、本当にやばいよこれ。あ、あ、できた。ほら。ここにあったけど、そんなのも分からず上から引っ張ってみました。分かんなかった。確かにハサミとかのあれもなかった。深夜さんハートありがとう。流星さん10ありがとう。フィルム難しかった。諦めなかった。ではね、いただきたいと思います。見たかった？もうこれ頑張ってたよ。あ、アザージャケット発送、楽しみ、嬉しいよ。アザージャケットめっちゃ丁寧に、いつもより丁寧になんかサイン書いた。なんかいつもはチェキとかはすごい滑りが良くて書きやすいんだけど、アザージャケットの素材は霞みやすいから、ちょっといつもより霞まないように書いてた。KT さんありがとう。ふりゃ半分ください。え、でかいよ。いただきます。うーん、いちごのなんくちゃら、ティラミスじゃない、いちごのなんちゃらだったような気がする。うますぎ。
今日幸せなのでは？私うまっこりすぎる。幸せなのでは？ぐっすり寝て比較的早く起きていろんなことやることやって自炊もし、そっからデザートにケーキ食べてるなんて幸せなのでは？すごい、なるなりさん天ありがとう。いちごのなんちゃら、なんかクリスマス、贅沢な午前、ちょっとお昼。B ショッパーズさん、花束ありがとう。うん、取りに行くのね。ひるりこちは全然自由な時間まで、でもお役目行くまでは、うん、うんふん、二度寝の、二度目も、二度寝も、何度寝もしたよ。贅沢な午前なのでは。コーヒーだけ、だけの、コーヒーでいいの？コーヒーだけなの？食と睡眠ほんと幸せすぎるね。ちょっとお昼っていうのも幸せ。モスコルさん天ありがとう。ブラックね、え、一応ね飲めるよ。でもまだホットのブラックは飲めたことない、飲んだことない。ホットって味濃く感じない？なんかアイスはさっぱり感じる。うん、アイスのブラックは飲める、飲みよったけど、やっぱねカフェオラテとか俺が好き。アザーさんハートありがとう。ちょっと幸せ、ふう、整い中。なるなりさん天ありがとう。え、でも昨日本当にこのケーキ食べなくてよかった。昨日は割とその実家でご飯を食べた状態で帰ってきたから全然お腹空いてなくて、ラテとかもちょっとしか飲めなくて、だってもう昨日のちょっと冷蔵庫に保管しておきました。え、ホットってやっぱ苦味増すのよね。やっぱそうだよね。なるなりさん天、ひひさん天ありがとう。そうなんだ、やっぱ毎日なんか何かしら楽しみがないとね。え、ね、え、飲んでみたいスタバのコールドブリュー。私あれも飲みたい、ブルーボトルコーヒー、品川駅。竹蔵さん店、じいさんふりゃありがとう。整い中です。まさのれさん店ありがとう。やばーい。今コーヒーの楽しさをさ、あの知ってしまっているよ。確かに春菊いけるのにね。コーヒーのあの渋さ、苦さはまだ苦手みたい。え、確かに私もカフェラテとカフェオレの違いはまだ分からん。うんふん、うん、ちょっとした、え、ね、やっぱこれを人生とは、ちょっとしたことでもういいから、なんか自分でね楽しみを作らないと。間違いない、これこそだよね。本当に人生とはそれ、自分で楽しませてあげなきゃね。品川のとこ行ってみたい。舞台でワンチャン行けたらいいなと思ってるけど。メバルさんありがとう。黄色だるま、雑味、ダッチコーヒー、あ、好き、私それ好き。うん、コーヒー、温かいコーヒーを飲めるようになるまで頑張ります。戻
どうだろう。リコちゃん天ありがとう。確かにちょっとしたことでね幸せめっちゃ感じる。でも重要、幸せのハードルを低めに設定するの大重要、大事。幸せな気分、好きだっち、馬だっち。うん、うん、メキヤくんハートありがとう。うん、いちごなんたらケーキよき。トモさん天ありがとう。もういっぱい眠れてさ、おいしいもの食べれてさ、ほんと幸せ。福プリちゃん天ありがとう。明日はワンちゃん早起き聞いてみよう。今聞いてみた。明日 は早いか。おお、2日目のミッション、すごい。カラスさん天、福プリちゃんち天、トモさん天ありがとうね。天嬉しいです。ミッション大事。プリホーチピザの日、天ありがとう。好きなピザはなんか照り焼きのピザ。でもなんかハワイアンパイナップルが乗ったピザも好き。あ、パワーありますか。嬉しい。書き初め人生方向音痴さん天ありがとう。見られてる、本当に肘にとっついてるよね。テリマヨチキン美味しい。流星さん天、人生方向音痴さん天ありがとう。画質悪い、マジ。悪いかもしれん。ジャンキー塩分めっちゃわかる。なんかさ、今はなんだろうな、なんかソース系のジャンキーかも。フォープリンセスさん、ひららさん天ありがとう。パンダの兄弟ここに。いやー、かわいい。ちょっと、パンダの兄弟かわいい。福ポリちゃん天ありがとう。うん、よかった。これは照り焼きって響きよすぎん。幸せ幸せ。アルバンさん星花火、竹直さん天、アルバンさんハートもありがとう。ストロベリーメリークリームケーキ、それだ。ちょっとなんかメリークリスマスみたいな感じ、それです。プリイサオチプリ、お疲れ、かわいい、ありがとう。カラコンあるの？トメさん天ありがとう。ちょっと寒い、ちょっと寒いわ。時々配置が変わるぬいぐるみーず。
リーさんおちぷり天ありがとう。山口で見かけた？どこらへんやろ？嘘何回？そうスタバのケーキ、ストロベリーメリークリームケーキ。おいちい。コバさん天、ミキヤくんハートありがとう。やっぱちょっとラテっておいしいんですね。今からチンしようかな、このラテチンしてあったかくしようかな。本当はもともとホットなラテだったんだけど。コバさんの手、ミキヤくんハートありがとう。左の犬はトイプリ、つぶちゃんのそっくりさん、偽物。これあの赤ちゃん、ぬいぐるみたちが自分で勝手に動いてる説。はるきハートあり。ホットおいちいよね。ホットに強いかな。島流しのお役目やばい。島流しお役目、え、頑張れ。ちょっと島流しされてんの、頑張れ。え、これ前食べてフィルム剥がし方分からず、え、嘘。私もそのフィルムの剥がし方分かんなかったから、こうツッ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 って引っこ抜いた。めっちゃ分かる。え、待って、同じことしてる。ヒロピーさん天ありがとう。面白い。私も全然分かんなかった。一緒。めちゃめちゃうご機嫌超ご機嫌。サボり席やばい。島流し、え、嘘やん。サボり席がバレて島流しされてるの。頑張って、同じことしたね。どこから剥がすんって。そしたら剥がすところ見つけた。こうやって引っこ抜いた後に、え、ここからだった。えー、頑張って。させる、それ。じゃあちょっとこれほ、あの温めてくる。チンすります、チンすります。新しいコップで。山口におるときに食器を買ったんですよ。割れないといいんですけど、ちゃんが。にゃん、ただいま。みんな暴れてる。みんな暴れてる。ワクワクすな。島流し、どこの島、江田島とかいいんじゃない、宮島とか。鳥取とかに流されてたんだっけ、もともとの人。ただいま、割れませんように案件なんだけど。ねえ、ただいま。影虎さん、フレアに星花火来たか、来たか、ウーバーイーツ。かわいい、つぶちゃん。スマホ、ロックがある。コバさん、林さん、天、福プリちゃんち。コバさん、プリアメさん、音符人生、方向地さん、ミラボ、コバさん、プリとトラさん、テン、大好き、わたプリちゃん、ハート、プリノシンさん、テン、ありがとうございます。サボり席、トシさん、フリアありがとう。割れてないでしょうね。ちょっと待ってよね、みんな。全然そんな、うわぁ、そんなダメよ、そんなダメよ。Thank you.
私の新しい食器を見せたいの。コップ。じゃじゃーん。アイスクリームのコップ。かわいい。ともさん、ハートありがとう。ありがとうございますね。かわいいアイスクリームのコップなんですけど、なんか300円ぐらいのダイソーで見つけて、ハート買った買った、お揃い、母とお揃い。タマさん、ハートありがとう。かわいいよね。クリームはね、もう食べました、溶けちゃった。アッキー、タマさんありがとうございますね。めっちゃかわいい。電子レンジ対応かはちょっとわからん。使い心地は良い。アイスもしたくなるね。なんかホイップクリームとかさ、したくなるね。スホー大島なんやろ。かわいい系さ、もう一目惚れして買った。ピンクともうちょっと茶色いやつもあって、私はこの一番コップに合ってる、コーンの色っぽいやつにした。わお、そうだね。私のオンライン話し会とリアルお話し会の受付とか A3 パネルの受付は13時までだから、みんなもしまだだよって方はぜひ、待ってるよ。お話し会も A3 パネルも受け取ってほしいし。ダイソーのクオリティすごいよね。お揃いにできるね。もし見つけたら、あ、ごめんなさい、足が。ウインナーコーヒーしてみたい。私はまったり13時までするよ。でも準備もしなきゃね。まだケーキがある。キャラクターものも多かった。全然アリエルとかあった。ウインナー突き刺さってる。しょっぱいと苦い。またプリちゃん、ハートありがとう。幸せ配信だね、ほんとに。コーヒーメーカーいいね。イキヤくん、ハートありがとう。わかる、コーヒーメーカー欲しい。いや、そんなだけど。オープナー？何の？何のオープナー？なんだろう。なぜかポプテピピックの缶バッジを受ける。でもいっぱいね、なんかあったよ、ディズニーとか。そんなんか、ウインナーコーヒー通じんのかい。でもあるんだ。え、でもさ、ウィーンってウィーンなん？アメリカはなんでさ、ん、ヴィエーナって書くくない？ビエーナ？ペットボトルのオープナー、え、そっか、あるのか。全然どこに売ってあるんだろう、わかんない。見つけたことない、未だかつて。
ビエーナって良くない？ウィーン。ウィーン。ビエーナ。オーストリア。オーストリア。オーストリアってどういうやつ？ねえ、ビエーナ。英語読みはビエーナ。あ、そう。ビエーナ。ウィーン。STA でライブしたいよ。そんないいと、え、素晴らしいところで。お役目頑張って。ウィーンってこと？なんでウィーンになったんやろ。でもウィーンよね、あそこは。日本って言ってるけどジャパンって言われるようにさ、あそこもウィーンって言われとる。え、ウィーンなのにビエーナなのかな。アメリカはアメリカだもんね。The US United States。 へえ、そうなんだ。基地周り？シェーンブロン宮殿っていう。え、できるんだ。どういうさ、違いなのかね、名前の違いなのかしら。 Do you know the study of the girl with red shoes? No. Statue of Liberty. お、リコチ好きを疾患したコンコ、結婚して。なんで？なんで？コンコ、テンありがとう。なんで？ in 横浜。嘘、赤い長靴の女の子の像？あ、わからない。うーん、 I don't know。 ウィンドボーナ、これでビーンになり、日本語の森でウィーン。そうなんだ。 It's next to 港シリー。そうなの。I've never seen it yet. And I don't know. ハスピーさん、テンスありがとう。ハスピーさん、テンありがとうございます。テンクマちゃんにテン。え、ジェット出して飛んでったとは。 I got to see the statue while I was there. It reminded me of my childhood. なんで？ I can't even hear. Give it a try. Give it a chance. Give it a chance. おさずさむさん、テンありがとうってことですか？Next to study of some water protector。 W が先頭に来ると発音が濁る。そうなんだ。ブーンみたいな。そういうこと。ワロタ、ワロタ。そういうこと。あ、なんなん。え、わかる。横浜のクリスマスマーケット行ってみたい。コウジさん、テンありがとう。え、横浜のクリスマスってすごいんでしょ。横浜のクリスマス。ん、メインキャラクターインウィザードオフ、It's a little girl with red shoes。 OZ、 OZ、 I don't know。 ノブローさん、ハートありがとう。めちゃめちゃニューヨークに気元気。横浜のクリスマス、うん、ニューヨークに気めっちゃ久々だよ。なのにめっちゃ喋る。ウォルクスバーゲン、そうなんだ。
ドイツ、あの横浜も日比谷もあるよ。日比谷はどこ？ねえ、ウィーンのクリスマスマーケットはすごいのでは？え、確かになんか福岡のクリスマスマーケットもすごいって聞くよね。わかる。ゴードライブいいな。いきなりケーキ、え、行ってみたい。私もウィーンめっちゃ行ってみたいよ。ベー、もうだからベートーベン違うか。そうなの。令和落語の近所あった。え、マジ？それはもう行きたいんだが。 TTG って言われてるけど、何何はい、 TTG って言ったら TTG って聞かれてるよ。あんたのイニシャルやで。わかる。雪見大福のさ白い恋人に乗ってるよね。お汁粉の中入れて食べてみたい。え、天才現る。救急、救急車。クリスマスマーケット行ってみたいね。めっちゃわかる。ルミナリー、言葉があるの。ホットワイン飲んでみたい。わかる。まだコールドワインも飲んだことないのに。確かにウィーンの喫茶店ってあるのか。ウィーンはなんかそういうカフェ文化がねあるみたい。おしるこ生活とか絶対最高。サンパチさん、フリアーテン、ありがとう。ありがとうだ。まだケーキが健在。すごっ。鮭の切り身。コメダコーヒー。でもそんな損してないのでは、うん、食べなくても死にやへんわ。ひこちゃん、今まで何のお酒飲んだことがあるんですか？桃のお酒？なんか桃のお酒好きだった。うん？明日早すぎて死んじゃう。
とかじゃなかったから安心。プリアメさん音符ありがとう。スイッチのマリオやってない。うん、桃の酒が好き。甘いお酒が好きです。うん。うんうん。果汁美味しい。いやーん。止まっちゃった。10% って届かないよー。充電。充電してあげる。ごめんなさい。小顔タンさんありがとう。不良 10% だった。でもまあ早起きやな。プリアメさん音符ありがとう。戻った。ごめん。え、カシスオレンジは、ま、わかんない。飲んだことない。あれ私めっちゃ試してみたいの。ファジーネーブル。うん。さすが花火会の滑り込み申し込みありがとう。完食。10% になっちゃった。カシスオレンジ飲みやすい？どんな感じなの？でもカシスってベリー系のオレンジなら爽やかそう。え、お酒なんか自分の好きなお酒を発掘したいけど、一番桃が好き。桃のお酒。みつさんありがとう。星花火、え、生き返ってる。あ、カルアミルク。なんか洋梨のなんかすごいおしゃれなとこに行って、で洋梨のミルクっぽいやつを飲んだことがある。甘くてトロトロしてて美味しかった記憶があるけど、でももう覚えてないな。そんなに印象に残んなかったかも。けんちゃん天、けんちゃんふりゃ、からさん天、123シルダルありがとう。酔っ払う？強い。このいや、なんか説得力なさそうだな私のこの強い。うん、そんなね、生きてるよ。12月の話かおすすめしておいて、自分がまた追加しちゃったです。え、自分がまた追加しちゃったの。え、でも嬉しいよ、いっぱい話せるじゃん。いっぱい話そう。話したいこと考えとこう、みんなと。かぜさん天ありがとう。強いって感じ。強い、きっと強い。皆さん13時までの受付ありがとうございました。申し込んでくださった方と嬉しいです。その報告聞けるの。私ね強いよ。フランクフルトにはケチャップとマスタード派です。うん、洋梨美味しいよね。うん、弱くはないと思う私。けどふわふわになる。ふわふわになる。けんちゃん天ふりゃありがとう。暗黒のロックさんハートありがとう。最近のモチベはおやつ配信です。おやつ配信した。そういう話じゃないか。おやつ美味しかったです。お腹いっぱい。ちょっと捨ててくる。ちょっと
役目の、いや、お役目のこと役目って言わんの。お役目の準備をするかね。ファジーネーブルすごい気になる。ファジーネーブルの匂いで私のことを踏み消そう。この歌がね、じゃあのんびりとお話ししましょうね。あ、みんな、ただいま。こまちカメラ目線だった。ほんとプリアムさん音符、りょうだいさん点、タイムファイヤーさん点、役目ほんとごつすぎるりょうだいさん、またプリちゃん、りょうだいさん、サンソンさん、フォープリンセスさん、サンソンさん、プリホーチありがとうだ。マックナゲット食べてみたい。マックのナゲット食べてみたいじゃないわ。ね、好きなあれでしょ、ディップ。でもマスタードの美味しさに1年前とかに気づきました。でもうん、マスタードかも今は。バーベキューソースも美味しいよね。小顔タンさん、ハートありがとう。母からちょっともらってきた。ちょっと鼻のここがテカテカがちょっとじわじわきてる。確かに新商品のソース試せた試しがない。なんかその季節にさマック行ってない。けど私絶対この日はマック食べるっていうスケジュールがあるの。マックスケジュール作ってるからね。でも時間があればの話なんですけどね。ほんとテカデン、テカ人中、テカテカ人中だった。ケンちゃんハートありがとう。これでねツル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 マックスケジュール作ってるから。私この日は絶対マック。グラコロがモグコロに見えちゃった。マックもうハンバーガーまで食べるって決めてるから。どうなるか分かんないけどね。マグコロバーガー絶対美味しいね。ちょっと鏡を持っていきたい。鏡ああのんびりな日が大好き。そう、先にねスケジュールに入れておくの。マックそう、わんジェリーさんありがとう。プリーサーおちプリプリも点ありがとう。アーさんもフリアありがとう。ハンバーガー言うほど太らん。私もね、うん、そう思ってきてるよ。分からん分からん、どうなんだろう。どうなんだろう本当に。どう思う、言うほど太らんかね。何がさ太る原因なんかな。でもさ普通に3食食べて
お菓子も食べてマックも食べてたらそれは太るかもしれないけど、普通に私2食ぐらいでさ1日生きててさ、だから大丈夫な気がするんだけど。あーさん、フレありがとう。同じです。確かに運動しないで食べたら終わりですね。めっちゃ言いづらいけどポテトが、あ、言ってた、そうじゃそうだ、ポテト頼まんかったら割とみたいな。やばい、ポテトが一番美味しいよね。ポテトってやっぱ太る？あれは100太るよね。だって炭水化物を油で揚げてんだもん。確かにハンバーガーとポテトどっちかにしなさいってことか。なんでさ、もうハンバーガーとポテトは一緒に食べるものみたいな扱いになってるんだろうね。もうほんと相棒じゃない、あの二人って。タコミさんありがとう。ふりゃでもポテトがほんと一番おいしいもん。でもそうなんよね、実際さマックとかさ食べたらさもうお腹すかんくない？ツルツルお肌になりました。やっぱ油は一番太るよね。プリンさん、おちプリプリ左遷されたのでは。生きてる、かわいい、ありがとう。お疲れ、ありがとう。休憩終わり、お役目戻ります、いってらっしゃい、頑張って。プリンさん、おちプリプリファイト、ありがとうね。パピョンさん、フリャー、クプリちゃん、地点ありがとう。パピョンさん、フリャー、ありがとう。ポテトは野菜。あー、あ、でもそうだよね。私のさ英語の先生もさ、ピザはとってもヘルシーだよみたいな、完全栄養食だよって言ってた。ピザの小麦が野菜で、トマトが野菜で、ケチャップのトマトね、野菜で、サラミのタンパク質でしょ、やばい、でチーズもタンパク質、完全栄養食だよ。いつも言ってる。本当ですか先生。懐かしい。パピオンさん、プリーサウチ、あとオニオンと、え、オニオン、トマトのケチャップのソースが野菜って言ってた。小麦も野菜みたいな扱いだった。ケンちゃんありがとうね。でも確かに私もそのホームステイしてた時、そんな食生活に驚きはなかったか。大丈夫だ。ね、合品。麻婆豆腐は飲み物。確かに、え、肌が一気にちゃんとしたお肌に。このファンデーションすごいよ。
機嫌だな。やっぱ人って眠るとご機嫌になるんだね。このファンデーションはパウダーをはたかないで一旦放置してるといいらしいので、放置してアイシャドウを塗ります。やりの水博士さん、ありがとう。うまそうなの来た。タンパク質、タンパク質やっぱ摂取大事だよね。大豆を今朝取れたのは良かったのでは。放置するとなんかこのファンデーションは最初塗ってる時は液体だけどパウダーに変化するみたいらしいでございます。密着度が上がるみたいな。だからちょっとそれを信じてね、密着度を上げてます。本当になんか崩れにくく、マスクとかにつきにくくなるような気がする。豆太郎大きなさん、フリアレジェンドまさみさん、ハート落ちして、そう固まる。雨降って血固まる。あら電波が悪いって、お船の悪そう。旅に出たい私も。本当に左遷されてんじゃん。やばいやばい、島流しの刑。いいね、バーガーキングあるよね、岩国の米軍基地の中。うん、もっとっとさん10、ありがとう。え、暑と寒くて寒いと暑、え、そんなあれがあるの？島の名前があって、そこの環境はそんな感じなの？絶対逆やん。絶対逆やん。クルーズツアーとか行ってみたい。私絶対母と、あ、母の夢をね、世界一周しようっていう夢をね、母とね、昨日ぐらいに語りました。ガンツーとか乗りたい。もうこれないから捨てる、バイバイ。ない、本当にもうないのにこすってる。しげりんさん、ハートありがとう。ないのにこすってる。ガンツ、ガンツもう高級すぎて、ガンツにいつか乗りたい。オークションせんよ、私の涙袋の影のライナーを。なくなったのでオークションはしません。
オークション好きすぎるでしょみんな。おっとっとさん、ハートありがとう。涙袋を国宝だなんて、ありがとう。おっとっとさん、ハート、ハート。わお。たかけいさん、フリャーニ、ありがとう。キラキラ瞳。綺麗なものを見て、救急瞳に。あれ、なんかどっかの本かなんかで読んだんだけど、なんか綺麗なものを見ると本当に綺麗な瞳になるらしいので、綺麗なものを見ていこうと。素敵な言葉と思ったの。綺麗なものを見て感性を豊かにして、それで見える世界も変わってくるじゃない。それで瞳が綺麗になるっていう、目がキラキラしてるように見えるっていう、多分そういうあれなんだと思うんだけど、きっとそうだと信じて感性豊かにしていきたい。猫は猫で猫さん、テン、スノピンさん、ハート、フリアスくん、レインボースター、フリアスくん、テンもありがとう。えぐつの夢をしている。いける。あ、みんな私のこと見てるからワンちゃん。え、それな、え、3桁もするの、その万からですよね、万の桁ですよね、万桁ですよね、万桁。チリパ初メール嬉しい。ぜひとも絶対に採用されてほしい。答え合わせは12月1日の放送ですね。ゼロさん、ありがとう。みんなも感性をね、豊かにしてキラキラしていこう。カーくん、テン、プリミオさん、テン、プリアスくん、テン、リュウセイさん、テン、プリミオさん、テン、マタヤンさん、テン、ありがとう。目力強くなれてる？から強くなりたい。
ごいまつげビン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 すごいまつげ元気生きるのしんどい頑張れそれはさあなたの長所だから感受性豊かすぎて生きるのしんどいまでだなそれはちょっとポジティブに考えたらあなたの個性よ見えないとこまでも見えてきちゃう感じ取れちゃううーん、目が乾燥した。やったーやったー。アリさん、テンありがとう。あげー。タコミさん、テンありがとう。わかる？人が気にしないようなとこもさ、気にしちゃう。めっちゃわかる。多分このルーム多い気がする、そういうの。あれみたいな、私なんかしたっけみたいな感じの気持ちになるときあるよね。大丈夫、大抵の人みんながそう思ってる。多分相手もあれ僕なんかしたっけって思ったり、何にも考えてないことがほとんどです。めっちゃ面白い。はやすさん、てん。プリアスくん、てん。たこみさん、はりさん、ありがとう。芽吹き泣きすぎる。うん、個性。おさんずさむさん、てん、ありがとう。相手は何も考えてなくない時が多くない？そういう時って。この前私マイカー公演の例に出すんですけど、マイカー公演の時にね、ほんとみんなもうヘトヘトで、私ももちろんその日なぜかヘトヘトで、でそのエレベーターで、エレベーター待ちしてて、エレベーターずっと開いたまんま、そしたら沖さんが話しかけてくださってんのに、エレベーターがもう時間いっぱい開きすぎてビーって なりよんの。だからビーって沖さんがなんちゃらかんちゃらビーうわーってなって、なんか沖さんにどんな返し方したかも忘れちゃったぐらいだったんですけど、沖さんにあの時ちょっと私どんな返し方したか忘れたんですけど本当ごめんなさいって言ったら、何にもえなんかあったっけみたいな感じだったから、そう割とねそういう返し方がを気を使わせないようにしてくださったんかもしれんけど、そういうこともあるから、だから大丈夫。もし本当に私が気にしすぎてそれを知ってるから、沖さんも気を使わないように、そんなことあったっけって言ってくださったんだったら、沖さんめっちゃ優しいし、もし仮に本当に沖さんが気づいてなかったから、そう気にしてなかったのだったら、うん、もう人生どの誰もみんなそうだと思うので、そんな気にしなくてもいい。こんにちは。流星さん、プリーサオチ、タナバターさん、ありがとう。てん。はやすさんも、プリアスくんも、タイムファイヤーさんも、テンありがとう。初見ありがとうございます。そうそう、モキさんってすごいなんか好き。私は人間としてすごく尊敬できます。
タコミさん、ハヤさん、ありがとう。叩き込みすぎやろ。すごいね、寝入ってる時とかも沖さんが助けてくれたりしたので。めっちゃパタパタ職人だったね今のは。うん、めっちゃ優しい本当に。やったね。アイシャドウもカワチウレッチ。あ？海水で携帯が壊れるとは。あ、波にかぶってる。大丈夫そう。アトラクションのごとくはやばいな。大丈夫かい？私の周りは大事な人たちでいっぱいだなと、素敵な人たちでいっぱいだと思います。後ろの習字褒めてくれてありがとう。わお、プレミオさん、テン、ありがとう。プレミオさん、テン、ありがとう。ほんと、島流しは大変だよ。ヘアアイロンしていくかね。にゃん。前髪の有無で印象変わります。確かに変わるだ。前髪長。プリプリヤスくん可愛い、ありがとう。プリプリヤスくん、天も小顔とアンサーもハート、ありがとう。私って全然人に優しくできない。いや、ずっと急に急に悩みを。フォープリンセスさん、プレプリヤスか、プレミオさん、ありがとう。
普通に可愛いですか？と人を誰も人生で傷つけずに生きていけたらいいんですけどね。プリプリ安くプリミオさん、人生方向音痴さん、ありがとう。人に優しくできたらいいんですけど。優しいよ。朝起きた時の機嫌の悪さは絶対に人を傷つける自信しか。最近の反省。プレミオさん点ありがとう。なんかウケる。確かに。その人のね、受け取り方とかもあるもんね。一人考え方。確かに。ショールームの画面を鏡代わりにするやつ。眉毛いつもより細くね。マジ何にも書いてないよ。書いてないし剃ってもない。でもほんとそろそろ脱色しないといけない。テンションは低いぐらいだけど性格悪くない。絶叫リコ出た時こう嘘。船内エンジン音がそんなうるさいの。やばいじゃん。そんなお仕事中にさ、お仕事中なのかな、それとも何なんだろう。どんなお仕事されてるんだろう。お船のお仕事。わー、プレミオさん、天理がみんなに気を使っていたら一番傷つけたくない。あー、少女漫画だ。いや、わかる。余計なこと言っちゃったかなとか、全然一人で反省会するよね。プリミオさん、ありがとう。てん、みんなの夢の中にもでも私のこと髪の毛切ってんじゃん。私もさ、夢の中で髪の毛切ってさ、やばい怒られると思って中途半端なとこでやめた夢を見てさ、心臓バクバクだったんだよね。え、もう私髪の毛切る未来があるのかな。あ、切ってみたいな。でもダンスの大先輩から髪の毛長いねみたいな、踊ってる時映えるねって言ってもらえたのがすごい私は嬉しくて、髪の毛を使いながら踊れたらかっこいいなって思いながら今も頑張ってる。
嬉しいよ。人からの共感って嬉しいよね。自分一人の考えだ、自分一人だけの考えじゃないんだって。なんか自分は一人じゃないんだなって思えるよね。そう、髪までファサってしたい、なりたい。マサさん、星花火、天もありがとう、だるまもありがとう。遅よ。できたー。決して見てはなりません。何お姉さんぽさましてる目。嬉しい。お姉さんですか私。嬉しい。目から出てる。ちょっと前髪スプレーしてこようかな。嬉しすぎる。お姉さんになりたいんですが。なりたい。お姉さんになりたい。ただいま。さ、
ただいま。やっほー。あ、いいじゃんいいじゃん。ちょっと画面見たらまだ良かった、思っていたより。ゴリラさん、ふりゃありがとう。冬に向けてビジュアルが進化してるんかな。そういうことか。ただいま。冬に向けて、ほんと JC 受ける。中学生だった。最近の JK って大人っぽいもんね。スプレーしたのに前髪触って。プリンのシーン、リコチが夜までいいこと続きますようにね。え、続いてほしい。テンありがとう。のろすけさんもテンありがとう。タイムファイヤーさんもてんありがとう。プリプリヤスカもてんありがとう。お姉さんになりたい。お姉さん、ふん、ただいま。ね、私って本当どっちかと言ったら妹よね。お姉ちゃんになりたい。甘え上手。甘えたい。え、いや、今日月曜日じゃん。椎茸占いあるよ。プリイサオチ、プリありがとう。プリイサプリオチだった。え、なんかジャスミン茶で、ジャスミン茶で、ローソンの新作マシュマロトッピングのホットチョコドリンク、カフェモカなどマチカフェプラスで。どういうことあるのか。マシュマロトッピングできるなんて絶対美味しいじゃん。なんかあった、なんかツイッターにジャスミン茶で美容効果みたいな。メイクすると調子、占いで今年2月運勢最低から、え、どうだったんだろう。そういう占いだったんですか。私の占い、え、私のはさ、なんかめちゃめちゃ運気ずっと悪かったような気がする。なんだ、ジャスミン茶をね飲み続けたらなんか美容的にいいみたいなやつを見たんだけど、うわ、もう出てこないかも。知りたい、ジャスミン茶の効能。いいや、もういいや、しいたけ占いを見るぜ。それてる、マジか。私の運勢ずっと悪いかと思ってた。割と良かったのかな。あ、2月が最低でそっからちょっと上がっていくみたいな感じなのかな。また来るね、待ってるね。今週のあなたを分析。あ、疲れた、戦いをやってきた感じ。振り返ったりする、語りの場を作ってる、友達と集まったりして、マジ大変だったよねっていう。ねぎらってあげる。ホテルのラウンジ行きたいんだけど行ってみたいんだけど。ニヒル系リコちゃん、そうだよ、私も過去のことなんて。そっか、かけるしかなかった1年。不意疲れた、暖かいお風呂に入ってって、一息ついてって。やばい、余計な人に侵入されるなっていうね、言われてるよ。いわゆるガードを下げて休もうとしている状態で変な人に変な一言言われるとかが起きやすいみたい。水を差しちゃ、あ、
もやもやためない、自分には嘘つかない、あ、思ったことは言っちゃっていいみたいな、あ、シルバーがいいみたい、でベージュ、気持ち落ち着けたいな、落ち着けたいならベージュ、なるほどです、ハッピーな気持ちはシルバー、あー、ちょっと学び、今めっちゃ汗かいてる、そっか、うん、あ、おはようみんな、なるほどね、そういうちょっと一息つくのも大事なのね。ジャパンマイさん星花火、名古屋のひーくんさんハート、ふふさん星花火、ぬるぬりさん天ありがとう、ウケる、天真爛漫な妹キャラの方がモテるよ、ウケる、水色ラッキーカラー、あ、チコガチコイティ来て、それは星のチコガチコイティだ、タイちゃん豚骨スープさん天ありがとう、そっか、しいたけ占いってね、なんとなく当たるんよね、ねえねえ、ここだけ私の前髪長くない、なんかこんな感じじゃない、私の前髪今切りたくなってきた、でも自分で切らないって決めたからね、いやそれにしてもここだけなんか長くない、ともさん天、たいちゃん豚骨スープさん天ありがとう、確かに、でもごめんなさい、ちょっとビリビリってやつ、ゲッターズ飯田さん、これ全然見てない、ちょっと M 字じゃない、ベジータなのかな、私確かに、あ、これは2020何年とかだった、狂気ランキーの年なんだけど、狂気はやばい、乱れるっぽい、あ、確かに こんな感じでした、確かにここら辺でグワーンって下がってちょっと上がるみたいな、怖いんだけど、なんでまた来年の3月にランキー、11月準備、全然読んでないんだよね、これです。今日20。チャレンジしなさいよって。だし全然全然煽ってる煽ってる、全然わかんない、てかほんと M字なんだけどね、ゲッターズ飯田さんはもう全然読まなく、見なくなっちゃった、目を向けなくなっちゃった、今日は比較的まったりですね、もう2時になるのか、飯田さんのポストいいの？マジ？あ、くしゃみ出そう、きょんさん星花火ありがとう、くしゃみ出そう、何も出んかった、配信するの安定、
めちゃめちゃ私さ配信大好きよね。そう考えて12時か。もういろいろしたよ。ケーキ食べたり、お昼ご飯食べたり、ケーキ食べたり。うん。じゃあそろそろお家出るか。服着替えてないけど。まだ出ない。まだあと1時間ぐらいする。家にいてもいいかなって感じ。みんなありがとう。いて、ブラシ用の準備した。あ、そういうことか。お家を出ないって、うん、くしゃみか。いて、足痛かった。じゃあそろそろ壇上の方呼びますか。え、配信楽しい。今夜もするよ。できるうちにしておかないとと思っております。でももう。今週末は全然配信いっぱいできる。頑張れ頑張れ。ロッピーさん天ありがとう。じゃあみんな今日も健やかに行きましょうな。うん、くしゃみもリコチもまだね。よし、じゃあ今日も皆さん私の配信を見てくださってありがとうございましたじゃあ壇上の方をね呼びいたします。る39位から豆たら大きなさん、ハンターさん、なるなりさん、たかゆきさん、たけなおさん、たいちゃん、とんこつスープさん、ありさん、のろすけさん、あーさん、みつさん、ノーネームさん、佐藤プリスケさん、ぼやっきーさん、アムトンさん、プリアメさん、大好きわたプリちゃん、かーくん、くにちゃん、おっとっとさん、たかけーさん、プリトトラさん、ウクスツヌさん、プリプリ所長、サンパチさん、フォープリンセスさん、コウジさん、プリプリホーチ、間違えた、プリホーチ、ピザの日、トモさん、タコミさん、サンソンさん、プリノシン、リコチが夜までいいこと続きますように、ありがとう。リョウダイさん、コバさん、タイム、あ、そして本日の秋元先生枠は、タイムファイヤー先生です。ありがとうございます。プリ、イサプリ、オチプリ、ハヤスさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ、第3位は、人生方向音痴さんでした。ありがとうございます。人生方向音痴さん。第2位はプリミオさんでした。プリミオさん、ありがとうございます。そして第1位はプリプリヤスくんでした。プリプリヤスくん、ありがとう。私も配信すごく楽しかったです。ありがとうございます。プリサオチ、プリオチ、ありがとう。頑張ってほしい。面接は頑張ってください。ロッピーさん天ありがとう。めめって言われてありがとう。皆さん昨日さ AIO が間に合わなかった。 AIO やすちがさ、なんか言う前に配信切れちゃった。プリーさん落ち、プリ落ち、ありがとう。ということで皆さん今日も私の配信を、お昼の準備配信を見てくださってありがとうございました。この後も健やかに参りましょう。それでいきますよ。せーの、えいえいおー、健やかに。みんな私の配信見てくれてありがとう。またメールとかで送ってお知らせします。えいえいおー、みんな振りやかに、振りさおち、振りハートありがとう。えいえいおー、みんなお役目行ってきます。健やかに、あ、穏やかにね。みんな健やかにと穏やかにもあるの。じゃあね、穏やかに、ありがとう。じゃあね、行ってきます。みんなも頑張って。この後頑張りこち。